おはろう版はセットです。見てくれてありがとう。今回はサブマシンガンの一つ目の武器 MP5、 これを紹介していきます。私大好きです、この武器。フロートで高い命中率を誇る、至近距離から中距離で効果的っていうやつですね。いやー、いいですね。やっぱ MP5 はこのヘッケラーコックというかね、その中のサブマシンガンで一番好きですね、個人的には。撃つとこんな感じです。なんとなく、なんか右にブレていく感じがしますね。こう見ると。覗き込んで撃ってみます。ああ、覗き込むと、まあ割とやっぱり集団性はいいですね。ちょっと左上にずれていくかなっていう感じはしますね。で、リロード速度ですね。うん、まあまあいいんじゃないでしょうか。うん、やっぱそうですね。いくらサブマシンガンといっても、撃ち切った後のリロードはちょっと遅めになりますね。遠距離から撃ってみます。やっぱ右ですね。このサブマシンガンは若干左下というか、ほぼ左側ですね。そこに、そういう風にリコイル制御すれば。ちょっと難しいですね、でも。でも頑張れば遠距離、いけるんじゃないでしょうか。こう数を、トリガーの数を分けて3点みたいに打っていけば割と狙いやすいんじゃないかなっていう印象がいたします。そして弾は標準で30発ですね。特に付けるアタッチメントといいますかね、アイアンサイトも見にくくはないと思いますので、リフレックスサイトはあまり付ける必要はないかなと個人的にはそう思います。まあ付けた方が狙いやすいという方はぜひね、付けていただいて、でこれに、そうですね、特別何かつけるとしたら、ダブルタップでどのくらい連射速度が上がるのか試してみます。これがダブルタップをつけた時の腰打ち時ですね。さっきより上の方に暴れている感じがしますね。あんまり変わらないですね。これだったらダブルタップつけていっても問題はないんじゃないかなと思います。近距離多分最強になるんじゃないかな。まあでもやっぱりそうですね、ダブルタップをつけると、右じゃなくて上にリコイル変わりますね。その辺気をつけて使っていけば全く問題はないかと思います。それでは実際に使っていきましょう。今回はアタッチメントはね、何もつけずにストッピングパワーとステディエイムで腰ダメをね、これで幾分かは腰ダメはマシになったんじゃないかなと。先ほどみたいにね、右にずれたりとか、ちょっとマシになるんじゃないかなと、ね、淡い気持ちを抱いております。奥にいる。危なかった。リロードして、前から来そう。来ないか。じゃあ後ろかな。うわ、いるな。あれ無理だ。ちょっとこの辺を走りつつ、向こう側に行きたいな。いるね。戦ってる。どこ行った？わお、見えなかった。近いぞ。倒してくるか？後ろが怖いな。やばい。倒してくるかな？やばい、投げてきてる。で、この MB5 は結構リロードできるまでね、時間がかかるので、その辺注意していった方がいいですね。よし、UAV。ちょっと待って。OK じゃない。OK じゃない。そこにいるな、出た。倒して、後ろから来そう。レーダーを確認しつつ、そこにいるな。外に出たか。いや。危ない。ちょっ
とリロードしたいな。来るかな？奥に行っちゃったな。さあ来い。 OK。 UAV もう一回呼ぶ。前からリスポーンしてくる。前から来るかな。それか奥に、いやそこにいるな。倒して倒す。いいぞ。エアストライクまで行ったぞ。エアストライクここら辺に。さあ近いぞ。倒してヘリコプター。倒す。ちょ待って、あのね弾がないんだ。これ借りてもらう。借りてもらう、貸してもらう。これは M4 か。この辺にいると思うんだけど、俺のヘリがあんまり。あ、やっとキルしてくれた。ここら辺か。そこの中のね、家の中がリスポーンなんだけど。よし、いいぞ。痛い、やめて。あ、これ厳しいな。倒す。あおう、うまいな。コンカッション。あ、ダメか。いい立ち回り。近くにいると思うんだよね。いるな。うわ、倒されてる。上かな？もうヘリ終わった？全然ヘリキルしてくれなかったよ。なかなか敵に会えないぞ。よし、いいぞ。あお、そっちにもいりやがったか。こっち側かな。いやこっちか。そこにいるな。来い。よし来い。おっと危ない。わあやるな。危ない。怖いな。今いたな。うわこれ無理。なあマジか。走っては来ないぞ。倒して。前から来そうだな。倒して UAV。 後ろから湧いてるな。前に展開していこうか。そこでめっちゃ戦ってるね。倒して前から来そう。こっちからも来るかな。いやいやいるな。倒す。あ、外に行ってるな。エアストライク呼ぼう。ほい。ワン。ダメか。俺のエアストライクで全然キルできない。痛い。倒して。後ろから来そう。オッケー。ということで今回は MP5 を使っていきました。やっぱステディエムをつけると腰ダメとか安定するから、これやっぱね腰ダメでも十分強いと。あれ、ラスキル出なかった。まあね、ストッピングパワーとかもつけると威力上がるからね。ジャガーノートにも有効だし。でやっぱ遠距離がなるべく、遠距離戦は避けた方がいいですね。弱くなってきますので。中距離も若干当てるの難しいので、そこら辺は注意していった方がいいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回別の銃を紹介していきますので、よろしければぜひ見てください。それじゃあバイバイ。